カチャッと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 イエーイ。皆さんどうもこんにちは、ツインと申します。ポケモンオールスターズユニクロ T シャツ今年も買ったぜ。ちなみにこれ去年の、これもめっちゃ気に入ってんだよね。可愛いんだよ、ピカチュウのシルエットのやつです。で今回買ったのは、数ある商品の中から4つ買いましたね。であと今回のポケモンユニクロ T シャツ2点以上の購入でモンスターボール型ランドリーネットをね1点もらえるんで、ちゃんともらってきましたよ。T シャツもお目当てだったけど、このねランドリーネット目当てに買いに行ったまでもある。はい、でそれはね最後に紹介したいと思います。まずはこちらのミオ型で、ピンク色で柄はなんか星空みたいになってますね。はい、めっちゃ可愛いやんこれ、センスよ。で裏は無地です。サイズね M 買った、これはレディースだね、レディースの M サイズ買いました。はい、ドン、良い良いね、肩幅このぐらいですね、 M でこんぐらいか。あでもいい感じだな、丈はね下っ腹の下ぐらいまであります。はい、ちょっと今ズボン履いてないんだよ。見せらんないわ。幻のポケモンの中で皆さん何が好きですか？ちみゆ結構好きだな。ちゅうことで、はい、次こちら、これもねめっちゃ気に入ってんの、ピカチュウの横顔で走ってるとこですね。ラメがねなんかオーロラっぽいんだよね、尻尾の方が青くてこっち銀色になってて、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、これずめっちゃ欲しかった。これも M サイズ買いましたね、後ろは無地です。去年うちが買ったやつに似てんな、ドン。可愛い、この胸のところにピカチュウが来る感じですね。続きましてメンズの色違い買った、じゃーん、あーこの線の部分は同じ感じだね、尻尾が青くて先が白みたいな、銀みたいな、そんな感じです。よく見るとさ、ちゃんとオスのピカチュウメスのピカチュウってなってんのがめっちゃいいよね、わかってる。あでも去年もそうか、いやこれこのこだわりめっちゃいいね、うん、センスある、センスある、さすが増田さん、増田さんでいいのこれは。ユニクロ関係者の方素晴らしい。ちなみにこれも裏無地です。はい、サイズはねこれメンズなんだけどね、 M 買っちゃった。あれメンズもレディースもあんのかな、レディースが肩ここまで、メンズがここまで、あれ待って、メンズもレディースもサイズ変わんないかもしんない、あら同じだね、うちちょうどいいけどさ、男性でメンズ買うときちょっとサイズ気をつけた方がいいんじゃない、うちで M サイズこんな感じなんで多分男性ワンサイズ上買った方がいいかもしんない。はい、あでもその代わり下の丈が長いですね、私は太ももの上あたりまで来てますね、下の丈は。なるほど、丈が長くなるのかメンズは。 OK、 でラストはピカチュウ、このワンポイントが可愛い、シルエット可愛い、一瞬ポケモンって分かんなくてこうよく見るとあピカチュウだってなるのが良い。良い、可愛いなこれ、後ろはねサトシ帽子ですね、関東地方の、関東地方だよねこれ、関東地方だよね、ん。ポケモンゴタンチャチェンって、おードン、いやーこんな感じですね、この胸ポケットいいな、良い、可愛いな、うん、タグがこんな感じです。はい、良い、これはめっちゃセンスいい、デザイン好きですね。ってことで、で2点以上買い上げの方にもらえるのがこちらのランドリーネット、日本見たけどさ結構大きいよね、 T シャツが入るぐらいだから広げてみましょう、おお、大きい、顔ぐらいある、こんな感じです、後ろ良いな、洗濯物として使いたくないな、これ普通に飾れるぞ、飾るかここあれだよ、お泊まり会の時の下着入れみたいな、どう、
あれじゃね、ありなし下着丸見えになるか、ダメか。でも洗濯物使いたくないな、これ鑑賞用にしたいな。ユニクロね、すごい並んでた。初日なのにめっちゃ並んでましたね。あと今そうだ、ユニクロ行くと確かね、お菓子もらえるよ。ちもらってきた。東京の店舗だったんで、じゃん、東京バナナ感謝祭、バナナもらってきました。地域によってね、もらえるもの違うんだけど、あ、これいろんなのあんだ、すごいな。信玄餅とかある、山梨県信玄餅、おー、あ、静岡県うなぎパイ、香川県のかまどパイって何、美味しそうなんだけど。徳島県の金長まんじゅうってなんだ、チョコ風味の生地、白あんなんだ、すごいね。あ、沖縄県が良かった、紅芋タルトもらえたね。ち、紅芋タルトめっちゃ好きなんだよね。沖縄の修学旅行行った時、大量に買って帰って誰かにあげるとかではなく、もう一人でバクバク食べてた記憶あるわ。いろんなのあんね。石川県のアソーゾビーバー、あ、これ美味しそう。白い恋人とかもええね。なるほど。いやー、ちょっとこればっかり沖縄が良かったです。はい、ということで皆さんぜひとも行ってみてください。てかさ、もう転売屋が転売してんだけど、早くないか。早くない？1500円で売ってるよ。いやーって、これ普通に、いや、まだ間に合うっしょ。普通に買いに行った方がええやろ、これ買う人いんのかな。ね、ってことで、これは可愛いから T シャツ2点以上買った方がいいっすね。お一人様1点プレゼントなんで、お気をつけなはれって感じで、はい、ってことで終わります。ではでは。